はい、おはようございます。6月15日、今日はジャイアンの誕生日ですよね。朝6時16分の相場解説になります。まあ最初に申し上げておきますけども、これも繰り返しになりますけども、 FX って難しいなって感じるところありますよね。苦しいなって感じる時あるじゃないですか。でも苦しいなって感じるってことは、それがね、不得意分野だからなんですよ。攻略すべき不得意分野です。で、楽しいなって感じる時は、それがね、得意に変わってきたからなんですよね。得意なことをやる時って結構楽しいんですよ。FX にしても考えたことがその通りになるとやっぱり楽しいじゃないですか。でも考えて考えて考えたことがそうならなかったら、なんでなんだと、またかと思って苦しくなっちゃうわけですよね。ぜひね、 FX でなかなか結果が出ない、苦しいなと思うときは、突破するべき壁がやってきたと思ってくださいね。これビジネスでも恋愛でも人生でも来ますよね。それではね、ウィークリーから見ていきましょう。ウィークリーはね、先週の線を見てみましょうか。先週の線はこうやって陰線で終わってます。下髭が出てますよね。まあ、ですんで、これから上昇することを暗示しています。こういうね。で、今、形成中のちっちゃい点みたいに見える、陽線があります。この陽線が基本的に上にぐーっと伸びていって、もう一周前のこの陽線に符合していくんではないかなと考えているわけですよね。そして線を引くとしたら、こんな感じに伸びていくということでございます。これが私のね、第一の仮説です。ちょっと昔に遡ってみますと、こういう風な線を思い出さないですか？ここが、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 達した時に上に向かうって線です。ね。で、こちらはまだ達してはいませんけども、ごちゃごちゃしてきましたよね。まあ十分上昇波動に乗っていけるような形だと思いますよね。ここが下に押さえつけられている状態からですね、ここまで赤で書きますね。ここまで上昇を見込んでいるってことです。この線ですよ。ごちゃごちゃしてすみません。まあ、デイリーの方に行きましょうか。一日足の方に行ってみます。一日足は注目すべきはやっぱりここですね。ここ。まずは均衡が取れた状態から大きく上に行って、同じ分、いやそれ以上だけ下に潜ってきて、下が固まりましたというところで、ここから上昇に向かうと。この上昇波動がだから、ここまでね、伸びていくポテンシャルを秘めているということで、さっきウィークリーの方をね、申し上げたわけなんですよね。で、4時間の方行ってみましょう。さらに細かく見ていくと分かりやすい4時間ですけども、レンジがこういうふうにあったわけなんですよ。で、このレンジがもう破れました。ただこれが今でも使えていくとしたら、これがね、レンジが今度ゾーンになる、大きな太いゾーンになってきます。以前まではここにゾーンがあって、でこっちにもゾーンがあって、でこの間のレンジだったわけですよね。そのレンジが壊れた時に、このレンジ自体がゾーンになっていくっていう考え方です。まあ、ですので、これからこちらがね、ロウソク足の先っぽが仮にですよ、こちらの方に上がっていくとすれば、それはここまで上昇波動が達するということになります。もちろんそうならない場合もあります。ここで弾かれてさらに下に落ちていくということです。そうなったら今までの仮説は壊れることになりますので、また考察しなければなりません。4時間よろしいですかね。で、1時間の方ですね。1時間を見てみると、ぐーっと下げをずっと繰り返して N を書いて、この波動が、だから3回書いて、4回目にはならずに、ダブルボトムで上昇に転じた、ここが転換値になるわけですよ。上昇に転じたとね。で、ここで、まずね、調整して大きく上に上がっていくんではなかろうかというのが、私の一貫したウィークリーからの流れを1時間でも示したところなんですよね。15分をちょっと見てみますね。15分っていうのは上がり花です。下がりきったロウソク足が今上がってるところなんですよね。で、こういう風に上がって、ここで底固めをして上がって、まあ一旦下がったんですけども、もう一回ここで底固めをして上がっていってですね、で下がったんだけども、もう一回この箱が底固めをしてくれると思うんですよね。で、ここがしてくれると思うっていうのが今日分かることなんですよ。で、これが、私のね、8割ぐらいは上昇すると思うんですけども、上の方に向かってくれるかなと。そうなったら、こことここをブレイクした時に
買いで入って利益を大きく取っていくってことができます。このまま108円、109円の方向までずっと買いです。で、そうならずにですね、このネックラインを超えずに下がってしまった場合、これは先ほども言いましたけども、次の戦略を練るために明日からまたね、仮説検討を繰り返していくってことになります。本日は以上ですね。まあ苦手なところとかね、難しいところとか苦しいところっていうのは突破するべき壁ですから、だからそこをね、やっぱり逃げないように取り組んでいかなければならないかなと思いますよね。まあ FX って言っても本当にね、同じ理論理屈がずっと繰り返されていて、今回の今日の相場解説でもですね、過去にしてきたことの組み合わせにしか過ぎないんですよ。まあですので、いつも毎週ね土日に、無料講座をお送りしてますけども、今ローソク足をねしっかりと捉えていくことが非常に大事になってきます。ローソク足が分かってないと何を解説しても、ふーんそうなんだで終わっちゃうんですよ。そうではないんですよね。すべてローソク足のこの積み重ねで組み合わせでチャートっていうのできてますからね。チャートっていうのは線ではないんですよ。ローソク足の集合体ですから。まあですんで、ローソク足の一本一本を理解することが FX 攻略の共闘法になるというふうに考えてください。本日は以上です。